ジョージ・ジェリソン・スタナードは、アメリカ合衆国バーモント州の農夫、教師であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。戦後、アメリカ合衆国会員のドアキーパーを務めた。スタナードは、バーモント州ジョージアで生まれた。農夫、教師として働き、戦闘オールバンズで、鋳造職人を務めた。南北戦争の直前、第4バーモント民兵隊の大佐を務めていた。 1861年6月、スタナードは第2バーモント志願風評連隊の中佐に選出された。地元の住人の中にはスタナードが南北戦争への従軍を志願した最初のバーモント人だと主張する者がいた。1861年7月の第一次ブルランの戦いには、 第2バーモント連隊と共に参戦し、十分な働きをしたので新しく結成された第三バーモント連隊の連隊長を受けるように提案されたが、その資格があるだけ十分な期間を従軍していないと考えたので断った。翌年、半島方面作戦における、ウィリアムズバーグの戦いの時、ウィンフィールド、スコット・ハンコック順位の報告書では、スタナードが先頭にとって、 重要な橋を確保することに功績があったことを示していた。この方面作戦の一週間後にあたる1862年7月9日、スタナードは第9バーモント風評連隊の大佐に指名された。1862年9月のメリーランド方面作戦の時、第9バーモント連隊はハーパーズフェリーの戦いで、 南軍ストーンウォール・ジャクソン少将に降伏を強いられた北軍守備隊の中に入っていた。スタナードはジャクソンの攻撃に対してボリバーコーチの守備について異彩を放った。スタナードの旅団長ウィリアム・ h トリンブル大佐がスタナードを伴ってその地域の北軍戦線を視察した。二人とも戦線の南端が弱いと考えた。 スタナードは明らかに守備隊指揮官のディクソン・マイルズ大佐を信用していなかったが、部隊兵に地面に伏せておくよう告げるために、南軍の砲兵の動きを観察することで戦火の下での沈着さを示した。スタナードは、ハーパーズ・フェリーの降伏が実行される前にその連隊を脱出させようとしたが、南軍に降伏しろという命令に妨げられたと伝えられている。 1863年1月に、捕虜交換の対象となったスタナードは、バーモント州に戻った。1863年3月11日には、順庄に指名され、4月に、第2バーモント旅団の指揮を任され、ワシントン DC の守備隊キャンプに合流した。この旅団は、第12、第13、第14、第15及び、第16バーモント風評連隊で構成されていた。 スタナードのすぐ前の旅団長、エドウィン・ H ・スタウトン・ジュは、南軍ジョンモスビー大佐のゲリラ的遊撃隊によって、フェアファックス軍庁舎で寝ているところを捕まえられていた。スタナードはその新しい旅団を勢力的に訓練し、その、静かだが、効果的な指揮スタイルは兵士によく尊敬され、旅団の指揮を著しく改善した。 ゲティスバーグのバーモント記念日長部に立つスタナードの肖像ゲティスバーグ方面作戦の時第2バーモント旅団は首都からペンシルベニア州でロバート・イーリー将軍の南軍を追跡していたポトマック軍に派遣された4個旅団の一つとなったスタナードの部隊は6月25日にワシントン守備隊を離れた1週間かかって毎日18マイルを行軍し 第一軍団第三師団のところに出頭した。第一軍団は1863年7月1日のゲティスバーグの戦い初日に激しく戦って損失も大きかった。スタナード配下の三個連隊はその日の戦闘が終わった。後にしか到着せず、師団の損耗した隊列に加わった。7月2日、スタナードはその日の旅団士官であり、部隊の直接指揮を 第13バーモント連隊のフランシス・ブイランド・オール大佐に渡した。この旅団はセメタリーヒル背後に退ぞいており、南軍アンブローズ・アールライト順将によるセメタリーリッチへの攻撃に対して当初の防御に参加していなかったが、南軍の攻撃で奪われた大砲を取り戻すために前に出された。このバーモント部隊はライトのジョージア部隊の抵抗にあったが、 奪われていた大砲を取り戻した。しかし、この旅団最大の戦闘は7月3日に、ピケットの突撃に対して、主要な防御部隊の一つになった時だった。バーモント旅団は、南軍の攻撃に先立つ狙撃兵の重火や砲撃に、損失を出した。南軍の猛攻が、セメタリーリッチに近づいてくると、スタナードは、配下のニコ連隊を90度回転させ、 南軍ジェームズエル・ケンパー巡哨の旅団に破壊的な側面重火を浴びせた。これが南軍の攻撃を破る重要要因の一つになった。数分後、南軍カドマス・エム・ウィルコックス巡哨とデイビッド・ラング大佐の旅団による散漫な攻撃がバーモント旅団の南の北軍前線に近づいていた。スタナードは再びニコ連隊を回転させ攻撃を 撃退するための側面銃撃戦術を繰り返した。スタナードは、砲弾の破片で右太ももを負傷したが、戦闘が終わるまで戦場に止まっていた。ランドール大佐は、旅団の収益解除になるまで、その指揮を取った。第二軍団長、ハンコック少将は、その報告書で、スタナード将軍の部隊は、ゲティスバーグの戦いで異性よく戦った。 スタナード将軍とその部下の士官によって命令が行き届き活発にミサオ軍されておりためらわずに戦闘の前線に兵士たちを送り出し戦闘の決着がつくまでそこに留まらせたと書いていたスタナード自身の軍団長アブナーダブルデー少将は私は彼らがおそらくこの戦争でも最も輝かしい功績を挙げたというしかないというのも彼らは ピケットの悲壮な突撃を破ってその日の戦いを救い、それによって全北部を侵入と破壊から守ったからだ。と記した。スタナードは重傷を負って、すぐには野戦式に復帰できなかったので、その旅団から離れて治療のためにバーモントに戻った。任務に復帰した時は、ベンジャミン・バトラー少々のジェームズ軍に着くことになり、 1864年のオーバーランド方面作戦で一個旅団を指揮したが、コールドハーバーの戦いで再度負傷した。ピーターズバーグ包囲戦では、第18軍団第1師団の指揮を取り、チャフィン農園の戦いで功績を上げた。その師団はハリソン砦の攻撃を先導した。 スタナードは占領した砦で、南軍の反撃に耐えている間に再度負傷し、右腕を切断することになった。ハリソン砦の攻撃時の行動で少々へ、名誉賞死にした。スタナードは戦争の残り期間、バーモント州で、軽い任務に就いた。1866年、メリーランド州の逃亡。 解放奴隷及び放棄土地の管理局で理事補佐を短期間務めた。1866年6月に陸軍を除隊し、バーモント州の税関役人として働いた。1881年からその島ではアメリカ合衆国会員のドアキーパーを務めた。スタナードはワシントン DC で死に、バーモント州バーリントンのレイクビュー墓地に埋葬されている。 カール・ゲルハルト制作になるスタナードの彫像が、ゲティスバーグの古戦場のバーモント記念碑彫部に立っている。他にもシャンプレーンコミズベにあるバーリントンのレイクビュー墓地にスタナードの彫像がある。バーモント州カレドニア軍、スタナード町は、スタナード将軍にちなんで名付けられた。またベニントンの第一回宗派協会内部の名番にも記念されている。 ありがとうございます。